で続きまして学習院大学と麻布大学の対決に入ります。1番の選手です。学習院大学より近藤理子選手と滝桜の出場です。先ほどの東京大学と拓殖大学の対決では拓殖大学に勝ち点が3、東京大学に勝ち点1が入りまして、拓殖大学が勝者となります。近藤理子選手は学習院女子高等科から学習院大学経済学部経済学科に進学いたしました3年生の選手です。アンカに配します滝桜はオーストラリアで生産されましたコノーバーシュ21歳の選馬です。46秒79、総減点0です。続きまして2番の選手です。麻布大学より生木千咲選手とアドマイアデライトの出場です。